ここに来てですね、相当大きな問題が潜んでいたことが判明しました。まあ、これが事実なら、岸田総理の信用は著しく失われるということになりかねない、まあ、事態だというふうに思います。というのはですね、立憲民主党の小西洋之参議院議員が、公開の場でですね、岸田総理の嘘発言というのがあったということを暴露したんですよね。あの時は本当に不自然だったんですよね。10月18日の時には、やはり刑事事件を起こしてなければ解散命令の申し立ては難しいと言っていたのに、まあ、舌も乾かぬ翌日に、今度は参議院の予算委員会になったら、民法の不法行為でも解散命令の申し立ての要件はあると。もう解釈を変えた。私は聞いてても、なんで一日でそんな変わるの？不自然極まりないなと思ったわけですから。